ブリーチとモンストのコラボ記念ブリーチそれ正解イエーイ。とベビカキです。ついにやってまいりました。ブリーチとのコラボを記念しまして、ブリーチが大好きな中の人たちをお呼びしております。はい、こちらなんで、はい、好きなんだよね。好き好き好き。もうちょっとね、中級者ぐらいを今。あとわーわーイエーイみたいな、イエーイみたいな、大好き嬉しいみたいな。挽回いや早い早い早いんだよな。じゃあちょっとお二人自己紹介お願いしていいですか。はい、ブリーチ大好き X フラッグの中の人ワカプルとおしょうです。はい、よろしくお願いします。そうですね、しっかりとやっぱブリーチに合わせてピンクだし、ちょっと外れてるんだからね。男性陣だってあっちも紫の帽子かわいやっぱそういうワンポイントはね。違う違う、あ、僕はあの地上の方にいる感じなんですけど地上の方にカラクラちゃんにおる。あ、そうそうそう、なるほど、なるほど。今回関係ねえけどはい、ということですね、うん、早速まずブリーチのご紹介をさせていただきます。え、皆さんどれくらいブリーチ好きなんですか。私はちなみにですね、まだブリーチ初心者でして、はい、うん、漫画で一通り読んだぐらいなんですよ、うん、なのでこうすごいあのシーンこうでこうだよねみたいな熱く語れるかちょっと今不安を感じているような。なるほど。俺はそれに毛が生えたぐらい。今回で僕は単行本を全巻買いました。おー、結構長いですよね。74? 4? おー、当たってた。まあむちゃむちゃ僕は世代なので、うん、まあ言ったらその時見てたって感じですかね。そうだよね。この子がもう気持ち悪いぐらい気持ち悪いぐらい, 気持ち悪いぐらい。そうですね、私も漫画全巻持ってるしアニメも全部3週くらいはしたかな。3週くらいはしたかな。もう本当に上級者中の上級者ですね。なるほど。もう熱く語ってくださいね。緊張してますよ、うん、緊張してますはい、ということで、はい、ここに集まっていただいた皆さんはブリーチのことが大好きということなので、おすすめしたい内容も結構いろいろあるかなと、はい、確かに。そこでですね、タイトルにもありますブリーチそれ正解として、今からブリーチに関するいくつかの議題を発表します、はい、その議題に対して私はこれをおすすめしたいというような回答を皆さんには出していただきます、うん、はい、そしてですね、出揃った皆さんの回答の中からこの動画を見ていただけているユーザーの皆様が、うん、明日友達や家族同僚におすすめしたくなるようなベストな回答を討論して決めていただきたいと思います。はい、はい、またね、ユーザーの皆様のコメント欄の方にですね、みんなのおすすめを書いていただければと思います。はい、ということでね、大丈夫ですか、皆さんおすすめしたいいろいろ持ってますね。俺絶対コメント欄ではたかれる絶対はたかれる頑張りましょう頑張りましょう、にわかがって言われるここはもうトップちゃんがね、そう、うん、うん、ちゃんと任せます、お話いただければと行きましょう思います。じゃあ早速始めていきたいと思います、はい、最初のお題はこちら、ブリーチでおすすめのキャラクターはと。まあ、なるほど。もしかしたらたくさんね、いろんなキャラクター出てくるので、うん、これが一番とか決めれないとかもあるかもしれない。確かにね、おすすめだからね。おすすめですもんね。おすすめです。ちょっと私に漢字がね、わからないんですよ ね、難しいですよね、結構。ちょっとね、あのカンニングしますねカンニングしますね宣言ありなのダメキャーまあ一応ね、ソロソサイティのあたりまでで登場するキャラクターで考えていただけると。ね、さあ、ということで、ではどなたからいきます。あ、いない、私、はい、あ、はい、もういい、もう、もういいよ、そんな初心者の私、こちら、じゃん、朽木白夜さん。お、理由は、美しいし、かっこいい。まあ、そうそうそうね綺麗じゃない、すごい顔出しとか、顔出しとかでしょ。そうね、やっぱね、ここにね、3個な、あ、ここね、髪留めみたいな、ね、髪もね、髪留めついてて、ブキヤのお兄さん、そう、うん、で、あの挽回とかすごいかっこいいじゃないですか。挽回の仕方がかっこいいですもんね。そうっていうね、うん、2種類ね、さあ、こっからチレチレっていうのとね、そうそうそう、ポトンって落とす方ね、さあ、うん、千本桜ね、ピチョンって入っていくの気持ちいいですもんね結構やってんじゃん勉強結構やってんじゃん。すごい
れだ。なので、うん、いやかっこいいなと思って。いやかっこいいですね、うんうん、あの中だったら一番恋できるかなみたいな。ああ、そっち目線なのか。じゃあ次、僕行っていいですか、はい、いや僕行きますよ。じゃあ、うん、じゃあはい、ランギンさん。理由はちょっとな、はいはいはい、なんか理由が分かった。理由言ってねえじゃん。だってなんとなく分かるんですけど、理由はもう分かってる気がする。一択です。で、ランギンさん一択なんですね、うん、どうしたんですか。手を追加けて。あ、いいですか。理由言わないよ。理由はね、理由はね。じゃあ次僕いきますね。僕はあのパネサとある種一緒かな。お、うん、こちらじゃんと、まゆりさんですね。え、美しいじゃないですか、やっぱり。何が美しさとかっこよさを備えてるんですよ。多分ね、分かってない、まゆりさんの良さを。自尊ではない。僕は自尊で本気じゃないんで。やっぱね、まゆりさんはね、何だかんだ娘思いというか、美しいかはちょっと本当に。いや、美しいんですよ。もう見て、あそこの黒いのを撮った瞬間の顔とかもめっちゃかっこいいですから。あね、興味ない。思い出せないよ。うん、本当、そこ。ちょっと色は変えて、もう一回見てください。水も滴るいい音なんで、そこ。はい。さあ、そして若ポルさんいきますか。はい、じゃあ私のおすすめキャラは10銀です。ほー。何より京都弁の喋り方が最高にかっこいいですね。10銀が三番隊の隊長なんですけれど、うん、伸びる残白と真相、はいはい、うん、あれの使い方とかもすごい、もうかっこよくて、かっこいいしか言えない。超好きなんじゃん。もうタイプだね。じゃあもうタイプですね。もうあの長身といい、銀髪といい。あ、でも女性はあれなの、もう恋愛対象として見てるなんですかね。いろんな男性が登場しますからね。あ、でも俺も一緒か。そういう意味よね。僕はまたちょっと違う感じです。、はい、僕だけね、主。いや確かにな。101ね、101はね、あ、そっち。あ、今俺に言われたなと思った。これは取っちゃっていい。いや僕も乱菊どう思います。でももう乱銀と乱菊といえばちょっと、あ、ちょっと確かにね。そう、それは確かにね、言ったら2人でしっかり一つな感じがしますね。そんな感じがするんで、この先のね、あなたのところでもね。そうですね、そうなんだよね。めちゃめちゃいい話ではある。銀が最後にちょっと裏切って、あのメコムンドに行っちゃうときにごめんなってつぶやくんですけど、乱菊に言うんですけど、なんかその時の真意が、当時はなんかどうなんだどうなんだみたいな。あ、そうね、あのホクロがね。じゃあもうそこの2人にしましょう。そうですね、今回はもう2人にしましょう。いいの、ね、仕方ない。それはちょっとあの細田さんの選んだ理由は違うと思いますけど、2人で行きましょう。一応理由話せます。何が、ランギクさんが良かったのは、うん、ホクロがいいよね。ああ、ホクロなんですね。ホクロ、本当に本当なわけねえだろう。嘘かい。てー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 。いや、編集点作ったな。編集点作ったな。じゃあ、ラギフさんと101銀のお二人と、はい、ということで決定しましょう。よし。じゃあ、続いていきましょう。はい。続いて、こちら。イチオシのゾンパクトは、ほほー。さっきちょっと話しちゃった。イチオシ、いろいろあるもんね。いっぱいあるね。いっぱいありますね。それぞれみんなね。うん。いきましたかね。じゃあどなたからいきます？僕からいきましょう。じゃあ僕は、僕のイチオシのザンパクトこちら。じゃんと、わびすけ。おー、やっぱそうですよね。ほらほら、わびすけはやっぱね、神戸を垂れようだっけ、言ってるよ。表を上げろ。男の人好きな人、好き。俺は本当かっこいい。そう、どんどんね、二乗で重たくなっていくんですよ。あ、でもあって絵もね。そう、これこの形、この形が大事なんですよ。確かに確かに。何のためにこの形になってるのかはもう読み進めてほしい。これを持ってるのはキライズルですね。ですね。銀の言ったら、はいはいはい、側近というか副隊長なんで、はいはい、副隊長。それまたね、いいんですよ。そうね、うん、裏切られちゃってね。そう、結局のところで一番多分ショック受けてた人。そう、まあ残白刀としては一番かっこいい。かっこいいよね。形もかっこいいし、能力的にもやっぱかっこいいかなという。もう最強じゃんって思っちゃう。はい。え、おしょうさんは？うん、一緒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 。男性が人気なのか。そう、うん、
重くなるっていう発想がまずすごいね。当時マジで衝撃受けました、ね。え、これもう勝ち目ないやつ？いや、わかんない。わかんない。それはもう熱量。どうしようどうしようどうしよう。いきまーす。じゃん。美しい、かっこいい。ああ縛りじゃねえ。でもさっきも話してたじゃない。ああそうですね、美しいっていう、うん、これを含めてビクヨが好きっていう感じなので、残髪としてもすごくないだって、はい、みたいな感じじゃん。あれもう最初の発動がかっこいいんだよね。いや一番ね、こうトプンツトプンツってそのさ、スミナリみたいになるやつがね、奥行き感あるやつね。でしょ、うん、だからもうこれ、ま、黒い空間にね、美しい、かっこいい。あ確かにね、まあ、それはわかる、うん、ちょっとそれはわかるね、うん、お、じゃあコプンさん行きましょう。はい、私のおすすめの残白刀はスズメバチ。おお渋い。二番隊の隊長のソイフォンが使ってる残白刀なんですけど、一回あの同じところ敵の同じところを刺すと敵を殺すことができるって能力を持ってて、うん、なんかもうそのままスズメバチみたいなコンセプトなのがかっこいいなと思ってとても好きですね。二撃必殺ですね。ですね。これを使ってた夜市さんとの戦闘シーンもすごく好きで、もうそこもここだけも何回も見てたりしますね。蝶々のマークがつくあれ欲しいですよね、あれはね、マーキングね。この SS は実装できなかったね、さすがにね。まあ確かに2回同じところやったら、ね、ゲームバランスぶち壊れちまった。確かにね、モンストでやっちゃうと無理がありますね。今回できなかった。縦関したらもう勝ちですもんね。あ、そうね。話し合ったんだけど、実装したら終わるっつってゲームが終わる、最後のコラボになっちまう。多いのはやっぱワビスケですけどね。ワビスケね、いやそこ来るんだと思った。めちゃくちゃメインのキャラクターではないじゃないですか。これがやっぱそれでも印象に残るんだなっていうのが。なんだろう、ね、地味なんだけど、なんだろうね、いぶし銀的な、なんだよね。いいですよね。じゃあもうそれにしますか。まあでも専門枕も好きよ、うん、かっこよさは、まあ、私まだあの初心者なんで。じゃあ初心者にここは受け渡しましょうか。今回は初心者なので譲ってくださいみたいな感じで。そうですね。今回は仕方ない。甘んじましょうか。甘んじましょう。いいんですか。おすすめ、おすすめ、おすすめではあります。本当にこれ見たら多分好きになると思いますよ、白夜のこと。確かに、うん、あれは確かに。なので、はい、ぜひご覧ください。はい、ということで今回はこれですね。やっと僕ら影押しと選ばれることないと思ってた。じゃあ続いていきましょう。はい、続いてのお題はこちら。モンスタープレイ中のなんだとなシチュエーションは。一気に寄ってきたな、こっちに。これは考えれるな。これはなんかいつものいつものこれ正解に、これはいつものそれ正解の。どういう意味これ。ちゃんと若ぶる説明してあげて。あのイチゴとかがよく言うセリフで、いつもイチゴがあの標的に当たって攻撃とかしたりすると、全然その攻撃が最初は食らわなかったりとかしたりして、その時にだとって、なんかそういうことね。そう、なんかなんだろう、意味的には思った通りにいかなかった時に使う言葉ですかね。はぁオッケー、はい、じゃあ行きましょう。誰でいきます。どれでも、俺でもいい、全然、今回は、今回別に全然もう、今回別に誰から行ってもいける。そうやね、ほらもう、自信あるよ、今回モンストだ。自信ある、行く行く。あ、じゃあどうぞ。シンプルだな。わかる、実直だもんな。私は怒っています。テルマンなんでっていうね、うん、なんで豪絶とかでイレバンする。いやいや、まあまあまあ、ね、ラウドラとかで。私は怒っています。このシチュエーションとは結構なんだとじゃなく、確かに、まあ、いやいやいやみたいな。そう、まあ、いやいや、まっすぐだし。ちゃんと打った。気持ち的にはね、なんか気持ち的にはそうなんでしょうけどね。なんだと。そんな余裕ないけどね。まあ、ここまたしてね。ああ。ああ。多分そうだと思う。ダメージ悪いとか言っちゃった。大きい声出すって多分確かに。誰行きましょう。行きましょうか。似てるかもちょっと。お。じゃん。ブロックの当たり判定が読みと外れた時、そこブロックあるんかーいってやつ。ああ。
こう斜めに下に入ろうとしてた時にね、そう入らないでね、コーンっ て, コーンってそう、なんだと思ってそうそうそう、なんだと思ってそれもあーってなるんじゃないですかその時はあーってなると思いますでもブロックが本当に嫌いになるよねなるほどねじゃあ 僕行きましょうか、うん、僕あーってならないからならない、うん、じっくり考えるから、もうこうなったらこちら、じゃんとあのここにビットンが登場したここにキャラいるときにビットが取ったのってなった瞬間もうなんだとでしょ、これはしみじみとの、はいはい、ビットのもこっちがイザナギとかでやる、そうイザナギが一番わかりやすいからイザナギでやったんですけどここの位置にキャラいたときにあの次のステージ行ったときにビットンここに来た瞬間ねなんだもう3体で回さなあかんぞとか一旦なんだとってなるでしょ、多分これはもうしかもそのビットン壊れないからね壊れないから、うん、言い張るやつだからこれ結構なんだと思ったそうね、確かに、うん、じゃあ最後が、はい、最後になっちゃった、はい、不要雑魚の一筆書きで一体だけ余った時、これ余っちゃうとなんか蘇生するじゃないですか、いろんなクエストで、でもで最終的になんか白バクとかでバーンってなってなんか死んじゃうみたいな、なんだとですねあーとはならんの、確かに、うん、それもね、うん、じっくり噛み締めたいですねちょっと見り残しとか ね、うん、あね中心通らないで端っこの方が捨てた時になんかあの弱点雑魚だとそれよくありますよ ね、いやこっちは結構あーっていう感じかもしれない、うん、あーだもんね、なんだとってなるとやっぱこう強豪的にあったその噛み締めるパターンですよね、うん、個人的にはカケッチョがちょっとしっくりきたね、おしっくりきた、なんかしっくりきました、あのドンってあのフェー次のフェーズが来た時、うん、フェーズ来た時に、うん、なんだと、いうことでしょ、そう確かにゆっくりゆっくり噛み締めた、うん、ちょっとあのねボスとかが入ってきた時にグンってなったあのね、うん、このビットンもこっちに飛べばいいのにこっちに行くパターンね、あるね、うん、じゃあもうこれで、うん、ありがとうございます、ただこの説明がないっていうねなんて言ったらいいかな、ビットンに挟まった時かな、簡単に言うとビットンに挟まった時でございます、はい、続いてのお題いきましょう、はい、続いてはこちら、タッグを組んだ時、素敵を面白いキャラの組み合わせは、ほう、夢のやつ、夢のね、タッグ、あでもこれ結構重い、これちょっと2日ぐらいもいや、まあ、欲しさはある、確かに一回読み直して、もう一回読み直してこれとこれ組み合わせたら絶対面白いなって、ね、でき組む感じがしないからこいつの挽回とこいつの挽回組み合わせたら超強そうじゃんみたいなことでしょ、要は、そうですね、では行きましょう、行く人早く楽になろうか、じゃあ俺その気持ちは分かるな、はい、ヨロイチさん、ランニクさん、いただくなんだそのいただくのがいただかなくてもう理由がなんか分かるわ、好みです以上なるほど、なるほど、確かに素敵ですね、それはね、の能力とかじゃないもん、僕言っていいですか、僕ますか、うん、僕こちらね、じゃんと白夜とランニクさんですね、はどっちも刀身消えるタイプじゃないですか、ハイネコ、ハイネコと千本桜、うんうん、なんかこう能力的に組み合わせたら割と強いんじゃないかなと思って、あ混ざってっていうだけの話自信ない、うん、え、じゃあ言っていいですか、私なんいいよ、一言なんです、一言、はい、じゃん、猫と犬なるほど、なるほど、うん、それ賢い選択だと思う確かに、猫と犬、うん、面白いにはほんといい組み合わせだと面白い、こんな感じになるか、はい、じゃあ私すごい原作でも登場してるんですけど、夜市さんとソイポン、あまあ隠密軌道のね、うん、やっぱりここの2人の話がすごくもう感動というかなんか切なかったですね、なんかこう、うん、まあ、実際なんかそのあのアニメとか原作の中だと夜市さんとソイフォン再会した時はなんかもう敵同士ですごい戦うことになってしまうんですけど、うん、最後になんかそのソイフォンがなんかもうなぜ私を連れて行ってくださらなかったのですかみたいな感じでなんか涙したし、なんかそれまでなんかこうクールだったソイフォンがいきなりなんかちょっと
なんか可愛い感じで、なんか言ったシーン、ちょっと切なかったですね。なんかでもその後からもうソイコはもう夜市様好きを爆発させてたりとか、確かにすごいよね、確かに急にね、そこから結構キャラ変したかうのぐらいね、なんかそうやっぱりこの二人が好きですね。いいね、確かに確かにな、働く女子って感じだよね。なんか、かっこいいし、でも可愛い。キャリアウーマンみたいなね、イメージ。どうしますこれ、僕は降りようかなと思ってますけど。いや、私も降りようかな。いや、でも面白いで言ったら、でも、犬猫は確かに。でも素敵で言ったら、古市さん、そういうの。まあ、それはそうですね。この素敵。それはもう本当に好みですもん。好みでいいわ。人それぞれだから。ゆるいさん最後は確かにいいなっていう、いやもうそこはもう愛が強かったから、もうそれにしましょう、それにしましょう。はい、ということでここまでいろんな回答が出たんですけれども、次が最後になります。お最後のお題はこちら、 お嬢さんへの質問、コラボのこだわりは。ほう、そうかそうかそうか、そうか、僕らは答えなくていいことですね。そうですね、まあいろいろ作ったりしてますよねっていう。そうかそうか、いつも、あ、そうか、これ事前動画だ。今回なんかどういうの担当、まあいつもあれですよね、SS とか。まあいつも通り SS も全部作り下ろしです、うん、はい、タイトルも作り下ろしです、うん、おお、うん、ボイスは収録、うん、まあいつも通りの盛りだくさんのコラボにはなっておりますが、中でもコラボのキーワード、こちらでございます。合ってる？合ってます。え、どういうこと？強化水月でございます。その心は言えないんだよな。めっちゃ気になる。何それ、さっきのセリフとかはね、え、全てがつながってくるぜ、言えないみたいな。何何何何何、めっちゃ楽しんでるやん。めっちゃ楽しんでる。まだその演出作ってないけどね、俺。これ撮ってる時はまだ作ってないと。ただまあこれは多分期待してほしいかな。キーワードになってくるってことですね。いろんな意味で。はあ。だってこれはね、あの方のね。あの方のね。これ言ってよかったのかな。大丈夫。うん、OK 出ました。よかった。まあ、あとはまあそれぞれの SS ストライクショットもちゃんとどの技なのかは言えないですけども、再現度はいつも通り高いです。ありがてー、楽しみだ、楽しみにしてください。ちなみにワカプルからありますか、やっぱその今回のコラボのキャプテンなんですよね、一応。一応毎回コラボではキャプテンみたいな方がいて、一番やっぱこの作品を愛している方がキャプテンになっているんですけど、今回そのキャプテン、キャップキャップ言われてる、そうキャプテンなので、本当職種問わず、もう本当好きな、私が一番好きって人が仕切る、仕切るというか、いろいろアドバイスをもらったりね。なんで全責任は今回もう分かった。やばいやばい。全責任はとか言ったらむちゃむちゃ圧がすごいあります。なんかありますか、もし書いてよければ。そうですね、まあ、でも今回は本当にアニメとか原作読んでた人だったら、あ、このシーンだとか分かったりだとか、なんかもう、そういう演出だったりだとか、お嬢さん作ってくれてたりもしますし、結構いつものコラボよりもキャラ数もちょっと多くて、なんかその体調とかも、あの、どうしよう、なんかこういや優しい笑顔。どうしよう、クエストの敵のキャラクターも、もうみんなかっこいい隊長たちばっかりなので、もうぜひ皆さん全員曲にしてほしいなと思ってます。敵味方ともにってことですね、かっこよさは。そうですね、イラストも超かっこいいの作ってくれてます。隣のおじさんがなんか優しくね、そうそうと、よくできました。曲もちろん作るし、ガチャも回すぞ。白夜のスライドがあるから、じゃあもう2体だから2周
しましょう。ゴールデンウィークに遊びに行くんだね。そう、そういうことだね。家にいたらいいんだ。そう、どっか行こうと思ってたけど。ダメ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 。いや、どっか行ってもいいですよ。でも、やったらいいです。そういうことか。ゴールデンウィークならなんか、あったりした。人多いからね、家の中で涼しい中で。それ一枚。いや、楽しみだな。はい、となっております。はい、ということで5月2日から始まるフリーチとモンストのコラボ、皆さんお楽しみに。楽しみに。ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。バイバイ。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんなモンストで遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからもモンストをよろしくお願いします。